なのは意見だから。面白い。確かに、なんか見ました。はい、じゃあ先生、ちょっと帯同の、はい、帯同はどういう競技というか、はい、ルールで、まあ、戦うんですか。先ほどちらっと言った運速相対制法を決めき現体っていうのをお互いやり合うっていうところですね、はい、まずちゃんとフットワークがなきゃいけないっていうところからまずややこしいんですけど、勝負一本、初めバーンって打ったら反則って言われます。面白い。ちょっと例えばですよ、こう構えて、はい、うわーって言ったらダメ、ダメ、ダメなんです。反則なんだ。反則なんです。面白い。そうなんですよ。なるほど、もう勝ち負けじゃないんだ、もうそのなんつうんだ、その前提が違うんだ。そうなんですよ。技術を使えとちゃんと。はい、ちゃんとこう運速っていう足運びで角度を取ってからじゃないとダメだよっていうのが。試合っていうのは強さを競うというよりは、うんうん、その稽古であると。うん、あ、その通りです。そうです。この技術を体現するための稽古として試合を行っていくっていう、うん、はあ、なるほど。それがもう明確にルールで反則ってなってるわけですね。そうですね。それを使わないと。でも本当に、まあ、そういった複雑なので審判も大変なんですね。やっぱ勝負の中でやっぱりその瞬間的にバーンっていく人もたくさんいますし、それもまあ公募の部分なので、ただ1本目からそういうのやっちゃもうやったらもう一発で反則ですね。あとまあ注意を受けたりします。すごい、今のだけでも僕はちょっと感動しましたね。そのね、このルール作りに、僕もルール作ってる人間なんでね、すごい、あ、なるほどってね。ははー。そうなんです。前回のそのトーク会を見てらっしゃらない方にはお伝えしたんですけど、態度はあくまでこう最強とか誤信とかっていうところをひたすら目指してるというよりかは、武道を通して社会作りをしようっていうところなんで、まずルールを理解してやってねっていうのが多分あるんだと思います、うんうんうん、ちょっと詳しくは前回のを見てください。じゃあまず運速をすると、します、はい、で次に相対ですね、はい、態度にはこう旋回転回するとかジャンプするとか体こう倒すとかいろんなのがあるんですけども、はい、でそれをちゃんと打てたか打ててないかが決め木ですね、うん、ちゃんとこれは当てなきゃダメ、態度は寸止めとかではなくて当てなきゃダメっていう競技ですね。で一応でもノックアウトを目的としてないので、うん、例えばまあ近いところは柔道とか剣道ですね。別になんか人が倒れて起きれなくなるまで投げ続けるわけじゃないですね、うんうん、はい、まあ、剣道もなんか立てなくなるまでこう打ち続けるとかじゃないと思うんですけども、まあ、そういう素材と同じで綺麗に帯同の技を体現できたらそれで OK みたいな感じです、うん、はい、まあ、綺麗にちゃんと運速相対制法をしなさいですね、うん、でその後バチッと死にたいにならずに構えに戻れたらピンポンって感じですね。でそのどれかがちょっと足りてなければ技ありとか有効になるっていう感じです。あ、で大事なのは受けちゃダメです。受けちゃダメ。受けちゃダメ。あ、こうやっていわゆるガードっていうんですかね。はい。あ、もう負けです。面白い。もし負けです。そのもちろん態度とした受け技みたいなのあるわけですね。こう守る。そうですね。構えても受けも払いもあるんですけども、はあ、競技の上では中段の回し切りだろうが何だろうが避けます。いやーねー。これはすごいですね。そうです。なんか体の操作の速さはすごい身につきます。いきなり、まあ、ガッと運速せずに殴っちゃダメだし、はい、守ってもダメだし、まあ、掴むのも話で、はい、あと打った後のその決めて斬新ですね、はい、ちゃんと戻らなきゃいけない、ね、そうですね。あと一応この帯からここまでですね、打っていいのか。あ、なるほど、はい、突き蹴り。そうですね。いわゆる顔を蹴るっていうのも一応反則です。反則ですね。ローキックとかもないです。ただややこしいのが払い崩して倒すのはありっていう、もう難しい。審判中手な武道です。当たることもありますよね。当たることもありますね。なんか人がバタって倒れてなんか大変なことになってるのを見た気役が下手なんです。下手なんですよ。それでもあんな回ってる当たりますよね。相手も回るんですもんね。そうですね。だから難しいのが中段打っても相手が下がっちゃったりしたりするので、まあ、でもそれこそ制御しなきゃいけないんです。自分も制御しなきゃいけないので、もう態度だと交通事故と一緒なんですね。顔面蹴ったらもう蹴った人が悪い、相手が変なことしても、まあ、蹴った方が悪いっていう。本当にだからなんか社会っぽいです。じゃあまずちょっと態度の組手を、はい、僕とちょっとやってもらっていいですか。よろしくお願いします。お願いします。ドキドキします。じゃあまずどんどん運速をしつつそうですね、はい。で、態度の運速は、まあ、こういった構えになります。で構え、そうですね。で、まあ、例えばカポエイラだとこう左右クロスすると思うんですけど、はいはい、態度の場合は、まあ、この形のまま
あのこのように落ちます。はい。ではですね。ここからのこう動きです。こうか。そうですね、そうですね。これがどう動いているかというと、左に行きたいときは、これ私の考えなんですけど、左に行きたいときは右で動きます。言ってみればこう残っちゃうと、ここに刀が来るのであれば、ふわって残ったら切られちゃう。足が残ったら切られちゃうので、左に行きたければ全部右を持ってきます。こういう形で。はい。なのでこれがふわっとした時間を作らないってことですね。相手の真ん中にすぐに入ってくるような感覚ですね。はい。このような形で構えます。でちょっとでもこれ、今日一日でやろうと大変なので、まあ、なんとなくで。なんとなくで。はい、なんとなくで。で、あとは態度の動きが、例えば、まあ、旋回する技ですよね。旋回する技とか、あとジャンプする技も OK です。はい、はい、あと、体を倒す技も OK です。僕にはね、なかなかね、縁のなかった動きなんですけど、ちょっと今日はチャレンジしてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。ふう、あ、時間でなんかあるんですか？時間は、一応大体1分半とか2分の試合が多いんですけど、はいはい、最初まあお試しで、はい、じゃあどうしましょう。最初じゃあ15秒か。15秒、はい、よろしくお願いします。あ、じゃあ帯同ルールだと正座から始まるので、はい、よろしいですか。どうしよう。この、そうですね、ここ、三条の前に立っていただいて、手で合わせます。右手で座礼をお願いします。右座礼ですね。ここで、はい。で、左足から立っていただいて。はい。そうですね、こんな感じで。ありがとうございます。では、始めがかかったらもう自由に動いてください。はい。では、始めます。はい。ああ、そう。そうか、場所に行け。長い15秒、ちょっと。こんな長いんだ、15秒。ルルブよりなんか長く感じた。あれ、ルルブ20秒やってんだけど、毎日。あ、そうですね、右足から、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとこうなるわけですね。はい、ややこしい武道です。なんかこう竜巻がね、こうぶわーでテンパってる間にこうもう終わるっていうか、こうどうしようもないっていうか。なるほど。初めて感はとんでもないですよね。はい。しかもね、初めての人が中野先生ですから、ね。こうね。あの格闘の戦いだと大体ここに目の前にいるんです、相手が。うんうん、でもね、いないんですよね。こうだけじゃなくて、こうなんか上下左右にこう動く、うん、でこう回ってよし、なんか戦いでこういうことなかったですね、今までね。こういう動きってね、すごい新鮮でしたね。うん、ははは。じゃあ次は、はい、天愛人のいろんなルールで、ちょっと態度ならどうするか、中野先生ならどうするかみたいなのをちょっとお願いします。もう僕はもう完全に態度に全振りしているので対応できるかわからないですけど、お願いします。頑張ります。中野先生ならできる、うん、できる限り頑張ります。じゃあ最初、そのいわゆる目つき金的続き何でもありルールというので、はい、あの安全にやれたと思いますので、はい、お願いします。これも本当皆さん、あの真似しないように、真似しないでください。確かに真似は、はい、あの、はい、練習した人がやることなので、そうですね、そう、あのそうです、はい、これは絶対怪我をしないっていうのがルールですかね。安全に楽しくやるというのがルールですから。ではですね、これから経典愛人の中のルールで、はい、中野先生と戦ってみたいと思います。はい、あの、まあ、KT 愛人はですね、最終的に判定をお客さんに取ってもらうというね、思想というかですね、すごいですよね。はい、なんかあの勝った人が栄光をつかむ、負けた人はこう谷底に落ちるとかじゃなくて、こう練習の延長の部分っていうのをすごい、うん、なんかまさにそうです。はい、稽古が試合のように、試合は稽古のようにっていうのがもうまさに体現されきってましたね。前さみあれはでも当日その場にないと分かんないかもしれないですね、本当に。うん、今からじゃあいわゆる目つき金的続き、続き寸止めルールですね。はい、はい、でもお互い怪我なく安全にやるということで、はい、はい、お願いします。お願いします。正面にレイ、お互いにレイ、お願いします。お願いします。始め。
10秒。今の小動物に疲れましたピーか今のはいや今抜き手でした手あ、手多分こういう感じでいきましたこういったんですか多分はいいや見事にまさにでもその帯同のねこうなんですか三次元的な動きの中でそうですね気がついたらここにいたってこうなるわけですね、まあ、ここちっちゃいので上が逆に来ない来ないってなっちゃうのでもうちょっと上目の方をなんとなく脳に錯覚するように最初ちょっと上の方の蹴りを大柄に打った後に、まあ、こういうようなあの態度のこの動きをちょっと使った感じですねこういう動きをこういう感じで使ったような感じですじゃあ今度は、はい、いつ何時ルールっていうのがあるんですかいつ何時ルールいつ何時要は怪我していようが、まあ、状況が悪い状況だろうが身を守れなきゃいかんよねと、うん、元気ないつも元気じゃないよねっていう、まあ、設定のルールですねすごいルールですね、はいで、はい、手が使えないとか足が使えないとかっていう、まあ、後ろでですねこうやってこう手を回してあのストップって言うんですよおでちなみに例えばちょっとストップはいストップたらまあここが使えないとわあ感じのルールなんですねわあなんてことだじゃあせっかくので中野先生足使えないのが面白い足使えないのが面白いのでわかりましたじゃあ僕下でこっちこっちこうやっときますんでわかりましたどっちかでストップってはいストップじゃあこっちですねわこっちが使えなくなって利き足が使えない利き足が使えなましたじゃあ中野先生右足負傷ですので、はい、どうなるんだ実は立ちと運足で言うんだったら、はい、こっち使えない方がいいですなるほど、はい、そっちに僕左足で結構動くんですあなるほどなるほどなのでフットワークの段階ではこっちいいかもしれないんですけど横にこれはついてもいいんですか、ですねこういわゆるこういう体重はあんまり乗せないっていうああなるほどですね、まあ、骨折したぐらいのイメージでなるほどあたっつう感じでおこれはまずいぞあとちなみにその足をこうやられたら、はい、負けですまあポイントになるというかねなるほどもう弱点中の弱点弱点ですね分かるほど分かりました、はい、分かりましたって分かってるのかなこれもさっきと一緒で目つき筋肉頭突きありルールなので、うん、はい、うん、分かりましたやば中野先生は右足は使いません、はいはい、本当はねこれ交互にやるんですね僕もその後やるんですけ ど、まあ、これは中野先生だけでいいはい、おーすっピピ反則ピピピピピ注意はい構えてとこやばい昔とこやばいあでもあそうかそうかそうかあそうだな。あれ時間何でしたっけ？あ、いや、オッケー。あ、そうだ。本当は30秒なんですけど、はい、あのそうだ。あの要はこれって本来は交互にやるんですよ。はい、だから極端に今ので逃げ切って。はい僕が怪我してるときに勝っちゃえば勝ちになるわけですねでしかも今の避け方だったら絶対上がりますねそうだ、うん、やったそうかこのルール中野先生めっちゃ強いかもしれない本当ですか30秒、まあ、しのぐというかチャンスを伺いながらしのいけば、はい、後で勝てるわけだでは今度は担当体質であのですよ試合はですね本当は柔らかいやつでやるんですけど道場に置き忘れてしまってたのでちょっとあの模擬刀で硬いやつですけどもまあ中野先生なら大丈夫だと思うんで
ちゃんと硬いですね。全然こう曲がらないスタイルのやつ。そうですね。はい。おお。このルールは、まあ、単純にやっぱ刺されたら負けですね。で、これも目つき筋的頭突きありルールなんで、そちらもまあ目とかに一発入れたら、はい、まあ、もうそっちの勝ちになります。はい。で、例えば手をこう切られたと、うん、なった場合は、手が使えなくなります。あのさっきのルールみたいな。そうですね。あ、なるほど。使えなくなるので、その手で攻撃とか防御はできなくなりますね。はい、はい、で、あとは、まあ、例えば首だとかこう、はい、こういうとこ深めに切られたら、はい、それもダメですね。はい、まあ、外側は手が使えなくなるだけで OK ですが、うんうんうん、内側はもうそれで負けになります、ね、なるほどなるほど、はい、まさにこう空手とかがこういう動きをする理由がよく分かってきますよね、うん、はい、外側外側で。そうですね、まあ、重要な血管があるところは切られたらまずいということで、うん、はじめ。うわぁ、これ菊野先生が持ってるっていうのがですね、リプレイします、はい、怖いですね。ナイフ実際に持たれるとこんな感じなんでしょうね。こんなできないんでしょうね。こうやって来てくれればいいですけど、あ、こうやってなんか円を描いてこられるときついですね。いやー、で結構武道だとよくこっちにさばく動きがあると思うんですけど、うんうん、これ怖いですね。怖いですね。結構あのこうされそうで、うんうんうん、なのでちょっとこう円を描く形を取ったんですけど、うんうん、いやちょっとあのこれではこれでも基本的にはその気になったら足を切ってくるかもしれないので、いやこれはもうこんななっちゃうなと思いました。だからこうかっこよくはできないなってちょっと思いましたね。ちなみに今のでこうさばいた足が切れたとしても、はい、まあ、これではまだ負けにはならないので、そこでこう相打ちで打っちゃえばこっちの勝ちになりますんで、なんかもうそこら辺の覚悟の勝負っていうのもありますよ、多分ね。あ、なるほどですね。多少切らして倒すって、なんかね、多分これで無傷で勝とうと思うと相当ハードル上がりますもんね。あ、なるほど、もう肉を切らせて的な、うん、もう一本捨てるぐらいの気持ちの方が多分なんか戦いそうな気がしますよね。あ、確かにそれはいいかもしれませんね、はい、うん、なんかすごいなと思ったのが、あの、あ、これは叶わないなっていうのも分かるんですよ、うんうん、なので、うん、ナイフ持った人に俺ちょっと格闘技習ってるから行っちゃおうかなっていう気持ちが多分消えると思いますね、はい、なのでちゃんと全力で逃げようとかあの迷わないとかです。行こうかどうしようか、やろうかどうしようか、ああなんか迷ってるからやられちゃったっていうのがないんじゃないか、うん、競技してると思いますよね。本当にもう迷ってるのが一番弱いんですよ。だって持ってる技術かけるゼロになるんですよ。心技体の技も体も効かなくなるんですよ。心がゼロならかけるゼロなんですよ。さっきもそのお話ありましたね、その、はい、準備しても使えなかったら意味がないってお話、うん、まさにそれなんですよ。僕 UFC で負けたのもそれなんですよ。めっちゃ準備したのに使えなかったです、はい、何も。じゃあ次は棒で中野先生を襲いたいと思います。要はですね、まあ、僕らその、まあ、KTIG1 誤審っていうね、いざって時にね、本当はまずはあの危険に遭わないようにするんですよ、うん、でその上でもしあったら逃げるんですよ。で逃げて、もし逃げれなくても助けを呼んだり、その場で武器を探したりするんですよ、うんうん、でそれもできない、で自分を守らなきゃいけない、家族を守らなきゃいけない、じゃあやるしかねえ、うん、って時の練習ですからね、一回ね、うん、逃げるんですよまずはね、うん、はい、でその上で、まあ、刀持ってる人って世の中にはいないじゃないですか、はい、なんで、まあ、大体金属バットとか、はいはい、まあ、鉄パイプとか木刀とかそういうイメージでやってください。わかりました。なのでこれ安全なんですけど、そのこのぐらいで当たんないと、まあ一本にはなりません。つまり、はい、このぐらいで当たっても、なるほど、はい、あ、さっきのナイフみたいに触れるとかじゃなくて、はい、バーン。そうですね、木刀とかだってもやっぱりあのね、例えばこの白いよりも遠いところじゃないとポイント取らなくて、これだったらまあ痛いけども倒れはしねえだろう。だから白いテープを貼ってますね、はい、遠心力と重さがちゃんとかかってるところでこうちゃんと当たった時に、うん、はい、大丈夫ってね、これ大丈夫です、ね、はい、あのに、まあ、1本というかね、はい、になるというルールなので、はい、なのでだからさっき言ったみたいにこれを捨てるのもすごい有効な、うん、その瞬間に倒しちゃう。なるほど。これも目つき金的頭突きありなんで、はい、ちょっと当てたらもうそっちの勝ちになります。はい、金的ですね、はい、でさっきと一緒ね、例えば手で受けた場合はこの手は使えなくなります。はい、はい、なるほど、はい、
そんなルールでやりますんで。わー、はい、いきます。バイテー始める。いや、これ捉えるの大変だ。いや、でも怖いですね、ピッチパッド。まあ、でもなんか、いい稽古になりますよね。いや、いい稽古になりますね。ちょっと楽しいですね。楽しい、そう。楽しみたいですよね。これは…安全なんでね。ですね、ですね。KTI ルールで中野先生に挑もうという、ね、企画ですが、最後は挑もうというか襲われてますけどね。そう、まさに最後はね、襲うというかね。おお。ケテア人のですね、集団戦っていうのがありまして、そのバトルロイヤルとかあとはその2対2とか3対3のいわゆるこうチーム戦ですね、一斉にわーってやるっていう。2対2と3対3って面白いですね。はい、一人ずつじゃないんですよね。じゃないんですよ。バーですもんね。だ、相当戦略とかその時の位置取りとかね、ものすごい重要になってくると。うん、面白いです。なんかパンチキックするラグビーみたいですね。みんなで一人勝手で倒してボコボコにするみたいな。そう、だ、捨て身とかも結構重要になってきたりするんですよね。一人がね、こう捨て石になってこう最終的に勝ちを拾うとかね。でも集団戦の一番怖いのはそれなんですよね。そうですよね。一人にそれやられたらやばいですよね。なんか思いっきりタックルされてこの人が話してくれなくてわーわーみたいなのが怖いですね。まさにもう経験者ですね、これ。いや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 、闇が見えましたね。はい、で、じゃあ今からその2対2の中野先生の相手がもう先にやられてしまって、はい、2対1になってしまった中野先生という設定で、はい、超不利。中野先生のお弟子さんの増田さん、ちょっとね、お手伝いしていただいて。あの、増田さんと僕で中野先生をボコると。で、それを中野先生が態度なりにこう僕らを倒してもらおう。わかりました。ナイフとか持っちゃダメなんですもんね。ダメです。棒もダメなんですもんね。ダメです。わかりました。その肉体一つで、肉体一つで。じゃあ帯同縛りで。いや、帯同縛りじゃなくて中野先生でいいですよ。わかりました。ルールは集団戦は目つき金的頭突きはなしなのか。あ、なしなの。あのね、2つ、じゃあ、ありの方でしょ。目つき金的頭突きありルールは集団戦までやってなくてバトルロイヤルルールなんですね。なるほど、なるほど。なので、じゃあ中野先生がとても強いから2人でまずこいつやろうぜっていう設定にします。はい。なので中野先生は目つき金的に一発入れたりだとか、まあ、いい攻撃したらもう1回で勝ちです。はい、はい、うん、いきましょう。あの、戦略としてですよ、やっぱりあの背後を取りたいですよね。はい、同じ方向に行くというよりじゃあこういい感じでこうお互い場所を、はい、で、中野先生の気を散らしながら隙を狙いましょうか。かしこまりました。お願いします。かしこまった。よし、行きますよ。じゃあ始めます。よーい、始め。動くのは好きです。まだ1分経ってないですけど、2人とも1本取られた。僕が疲れた。すげえ。追いかけるのに精一杯ですよ。意外と1分ってスタミナいらないって言われるんですよ。意外にいりますね。そうですね。
密度の問題ですよね。ですね。その時にどんだけ危険な攻撃をお互い使っていいのかと、はい、まあ、今みたいなね、こう2対1とか、設定と武器と、間合いとスピードと。はい、いやー、まあ、でも止まってると、じっくり待ってると、このアタックになる。はいはい、まさにそうですね。ま、的をね、絞りたかったんですけど、全く絞らせてもらえなくて、照準がずーっとこうなる感じで、僕はのそのそついていくことしかできなかったですね。で、戦術的には、こうしたかったんですけど、お二人とも絶対広がってたんで、そうですね、もうだったら真ん中でこううろうろしようかなと思って。連携取れてますから、うちの増田と取れてましたずっと挟まれてたので、見事にね、この散らされましたね。態度のね、魅力っていうんですかね、態度のその思想とその成り立ちとその技術体系っていうんですかね、その中に含まれてる思いというかですね、はい、もうそれが存分にかんなんか伝わったし、感動しました。ありがとうございます。いやー、そしてそのね、全方位にね、全てに対応できるこの態度の技術というかね、今日3回ぐらいやられました。はい、もう先生がその気になれば、僕は多分あの5個ぐらいに体が分かるんです。したかったね。すごい、本当にこのね、武道性、武術性、もう本当にもう突き詰められて、なんかあのね、何がすごいかって、その思いの美しさと、それを伝えるそのカリキュラムですかね、言語化されているというかね、もう感動しました。こちらこそです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もうこんなあの、もう世界のトップで戦ってきた方と、4年覇の方と、お会いできて、もういや、もう僕なんかまだまだなんですけど、本当にすごい方なんですよ。菊野先生って、なんかそんなに自分をすごいすごいっていう風に見せない方なので、皆さんだんだん分かんなくなってると思うんですけど、もう怪物ですからね。いやいやいや、まあ、本当に。怪物中の怪物ですから。狂ってますからね。はい、そんな感じで、いやもう本当今日はとても楽しく、本当に楽しかったです。学びの多すぎる回だった。皆さんもね、すごい多分ね、あの学ぶこと多かったと思いますので、一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。はい、では最後一緒に締めていただいていいですか。はい、じゃあ、正面にレイ、お互いにレイ、ありがとうございました。ありがとうございました。中野先生、ありがとうございました。あの中野先生の方のチャンネルにもお邪魔してますので、ぜひ見てください。ありがとうございました。よろしくお願いします。チャンネル登録といいね、よろしくよろしく。いつも忘れちゃうんで。そうですよね。結構打ち方が中国拳法のこういうような打ち方を実はしてたりしてるんですね。こういう感じでやったりしてましたね。はい、そのままこうこっちにも行ける。それはなんか態度の中にもあったんですか。態度で龍面立ちっていうこういう立ち方がありまして、あのその応用でやってます。こういう風にやってました。これ多分あれですね、後から流れるやつですね。スカーン。そうなんですよ、あの態度だとこういう方があるんですけど、はい、ちょっとそんなのをちょっと応用しつつ、まあ、外れたらこちらバーンって。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました。5月28日日曜日に第4回経典愛人連舞大会を開催します。朝の10時から、開会式を行いますの で、それそこからの様子をガレ千代道場の YouTube ライブで流しますので、うん、ぜひ皆さんご覧ください。もうね、選手たちのいろんな武術がね、互い切磋琢磨して戦う場であり、もう笑顔があふれる楽しい場 で達人の先生たちもね、いっぱいいらっしゃって、あのすごい楽しい空間だと思いますので、ぜひそれをね、画面越しにはなりますが、一緒に楽しんでもらえたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。結構あのまとめの YouTube を上げられる先生方もいると思うんですけども、先生方とはまた違う、あの試合に出場される方もいるんですよ。でその試合がまた結構面白いのと、最後判定がお客さんがみんなで判定をするんですよ。で僕の勝手な予想なんですけど、そのうち視聴者の方が増えたら、視聴者の人がやりたいですよ。でなんかこっちのいいねを押した側だと赤みたいな、うん、そう、技術的にね、クリアできたらね。そうですよね。皆さんの協力があれば、多分ね、多分お金の問題だと思うんですね、そのシステムってね。なるほど。そういうのがね、すぐ判定にこう反映できるようなシステムができたらね、いいっすよね。本当、あの観客の方が、あの自分も判定に加わってるので、子供さんだったら子供さんなりに、であの一緒に引率とか応援で来られたお母さんとか、だったらお母さんなりに、ですごい何とか大会優勝っていうすごい人たちもいっぱいいるので、その人たちは競技者目線で、判定を上げるので、みんなこう試合じーって見ていって、みんな楽しんでるんですよ。であの様を見てほしいですね。
はい、はい、本当にそう、ライブのねこの臨場感と、うんうん、あの楽しさをね味わってもらえたらと思います。あのコメントもできるようになってますんでね、みんなでワイワイねちょっとコメントしてもらったら嬉しいなと思いますんで、はい、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。楽しみです。ありがとうございます。